M10 は、ヘビ使い座にある、球状星団。距離14,300光年。1764年、シャルル・メシエが発見し、ヘビ使い座のベルトで見つかった、星を含まない星雲。美しく、円形をした星雲。単純な3フィートの屈折望遠鏡でかろうじて見る、ことができると記している。初めて星団に分離したのは、ウィリアム・ハーシェルで、綺麗な星団で、 ひどく密集している。M53 に似るとしている。直径は約83光年。密集度の高い小降系望遠鏡で楽しめる球状星団の一つである。星団内部の星は淡いピンク色をしており、外部の波浪部分は淡い青色をしているとも言われる。また、中心部には黄色な花火のような光が見えるという。 周辺部に三つの構成があり、それが星団をピラミッド状に囲んでいるように見える。存在そのものは肉眼で確認でき、双眼鏡では容易に確認できる。M10 と M12 は双眼鏡の同じ視野内にぼんやりと星雲状に確認することができる。球状星団同士のこのような眺めが双眼鏡で楽しめるのはこの M10 と M12 のペアだけである。 外側のほのぼしは、ンチ 10cm 程度の望遠鏡から見え始める。ンチ 20cm 程度の望遠鏡で少しずつ分離してくる。しかし、完全に分離するには、さらに大口径のンチ 30cm 程度の望遠鏡でないと難しい。バーナムは、生団中には変更性は少なく3個しか見つかっていないとしている。ありがとうございます。